とことんやり込む、どうも、なおちんでーす。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備を使ってみようと思います。今まではね、闘志の締め具、だいたいこれ使ってたのよ。エンチャントが、衝撃波、輝き旋風。これがね、良かったんだけども、今回の締め具はこれを使ってみようと思います。旋風、スタン、輝き。です。コメントでももらったんだけども、スタンが結構いい感じを出すと、いい味を出しますよということで入れてみました。まあ、火力としては若干落ちるよね。でも、敵をね、気絶させるんで、ダメージは受けにくい。いいんじゃないっすか？どうだろうね。発動率は 15% だけども、輝きも 20% で結構発動するんで、ほぼほぼ気絶させていけるんじゃないの？まあ、とりあえず、行きましょうか。あ、防具はこれじゃないね。変えてから行きます。古代狩りプラス25に行きます。パーセンテージは 73%。行ってみましょう。それでは、いくつだっけ？チェストが28。まあ、悪くないぐらいあるんじゃないでしょうか。はいはいはい。どんな感じになるだろうね。火力が低いっていうのが、ちょっと問題かなと思うけども。あ、確かに。確かに、相手はスタンする。うん、結構簡単にスタンさせるね。あー、でもどうなんだろうな。いや、悪くはないか。HP は、言うほど減らない。でも、ただ、やっぱあれだね。締め具って、リーチ短いね。ここ最近ね、締め具は全然使ってなかったんで、久しぶりに使ったのよ。あー、なんか、リーチ短い。すっごい短い。まあまあ一番短い武器なのかな、締め具って。だからか、なんかすっごい違和感がある。うん、あ、でもスタンあるとほんと敵から攻撃はもらいにくいかもしれない。ガンガンスタンさせていってるんで。うん、ああ、うん、まあまあまあ今のはあれだけど、結構スタンさせるもんな。いや、いけるか、これ。ちょっと待って。行ってみよう。あ。はい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 。確かに、確かに。ダメージ受けない。うん。ダメージ受けたのは、あれだもんね。帯電だから。あ、いや、ほら。ピヨってる。やりやすいかな。まあ、火力は若干低めで、こう、衝撃波がないから、リーチもかなり短めなのよ。でも、まあ、慣れれば、これはこれで、生存率は高めかな。まあ、あれだね。お、いいね。あ、そうかそうか。周りの旋風の部分に、当てたらダメなのか。ちゃんと直で攻撃すれば、このね、エンチャントクリーパーも怖くない。これはなかなかいいんじゃない？エンチャントクリーパーって結構、この古代狩りの中では、ネックになるところなんだよね。あいつを無力化できるってことは結構いいな。あれ？ここなんもなかった。だだっ広いな。はい。まあ、とりあえず、古代人探していきまーす。ここはどうだ？おっと！来た！あ、ここはあれだ。あれだよね。グリムガーディアンだったっけ？ここで、ウィザーの防具が出るのよ。さっきね、出たんだよね。ウィザーの防具。でも、エンチャントが良くないんだな。エンチャントと黄金スキルが。まあ、黄金スキルはまあいいとして、エンチャントが、クールダウンついてればね、ちょっとはいいかなと思ったけど。でも、俺が求めるものは、ちょっと、
難しいと思う。ええ、ま、取り巻きなんだっけ。まあいいや、ちょっと離れとこう。うわー、いつか、マジでネクロマンサー。でしかも防護輝きとか、これきつくないか。オッケー、お前だけ来い、お前だけ来い。よし、お前だけ来い。よし、来た、ナイス、オッケー。お前だけをやる。うおー、いやでもちょっと待て、無理じゃない？ HP 減らないよ。ちょっと待って、 HP マジで減らん。ちょっと待って、無理じゃねえか、無理じゃねえか、これ火力が足らんのか。あのね、敵が HP が減らない。どういうことだこれ。輝きで回復しちゃうから、これだ、ちょっとダメだ。ちょっと待って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 。あのね、古代人は、スタンしない。古代人はスタンしないわ。じゃあどうしよう。せっかくだから倒したいな。これでいきます。最近俺がよく使ってる不滅のナイフ。これでいってみようか。これ、いけるか？相手の、本当にね、耐久力とかが半端じゃない。ちょっと待って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 、もう怖い。お前、すっげえな。やばい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 。よっしゃ。よし。全然倒せない。全然倒せない。いやいや、待って待って。とりあえず、雑魚を倒してしまえれば、なんとかなるんだ。とんでもねえな、本当に。これいけるか。これ無理じゃねえか。ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、俺戻りたい。ちょっと帰りたい。これ無理じゃない。回復するから無理じゃないか。これ無理や。そんなん無理じゃん。とりあえずね、ザコをまず倒そう。こいつを倒さんと、おそらくどうもできん。よし。おい。よし。ちょっと待って。よっしゃ、オッケー。ああ、もう、ザコがおるとどうしようもないな。オッケー。あ、いや、ダメだ。回復するから無理。ちょっと待って、この装備じゃ無理だ。ブロードソードでいくか。黄金ブロードソードで、あ、違う。ソーブレードの方がダメージは上だな。いやー、きついかな。いや、でもこれぐらいのやつじゃないと、おそらくあれ倒せないわ。それでは、行ってみます。いけ。おい、倒せない、倒せない、嘘だろ。ちょっとパワーシェーカー入れて瞬間火力上げました。で、機械化ソーブレードをこっちに変えた。クリティカルと追い打ちがついてる方。こっちで、追い打ちでいけば減らしきれるかな。これで試してみます。いったるぞ。あ、ミスった。いけ、よっしゃー。わあ、で、ノーマルの見解。どういうことこれ。フロストワーデンか。きついぞ。きついよね、これ。いや、まあまあまあ、とりあえず、あまり近づかないような形で、少しずつ減らしていくか。よしよしよし。遠距離で、ちょっと沈めていきましょう。じゃないとね、ここちょっと、相性がね、こいつらね、すごいのよね。うまいこと、おいしょよし、壁を作って、こっちの動きを封じて、あの氷のやつでね、攻撃してくるからね。すごい連携だもんな、ここ。でも、再生とかね、そういうのはついてないから、
大丈夫でしょう。うん、できれば近づいてスタンさせていきたいんだけどね、なかなか。お、ここいい場所、いい場所、いい場所。オッケーオッケー、場所取り重要よ。オッケー、待て、よし、きつい。はい、やっぱり古代人はスタンしないね。うん、おっしゃ、フロストアーマー、オッケー、どんどん行きましょう。ああ、まあまあ、とりあえずクリアですね。もう一体ぐらい出てきて欲しかったけど、まあまあいいや。最初に3回死んじゃったからね、クリアできるか微妙だったけども、いけました。ではクリア後の楽しみ、商人を見に行きましょう。どうだろうか。よろしくないね。次、やめ、お、クールダウン1個つ、いやいや1個ついてるけども微妙だね。うん、やっぱり HP 回復は欲しいんだな。ノーマルガントレット、おお、グリムアーマーは可能性があるぞ。はい、お、あ、うん、うん、あ、いや、ダメだ。変更がないな。クールダウンはあったんだけども変更ついてないからちょっと使いにくい。達人、ヒューズショットがついてて、いや、よくないね。マルチがないからダメでしょう。はい、ダメ。では、入手したやつを見てみましょう。フロストアーマー、クールダウンなし、ダメだね。変更もない。やっぱり変更はね、高難易度行くならば、いるんだよね。で、今日みたいなボスには、ポーションバリアとかも欲しいな。で、剣は、ははは、よくない。はい。ということで、今日はね、闘志のシメグのスタン、使ってみましたけども、悪くはないよ。悪くはないんだけども、そうね。あんまり俺は好きではなかったです。うん。これをするよりは、火力をもうちょっと持った方が、良かったかな。うん。生存率は、そこそこ高いやつなんだけど、ちょっと、俺には合わなかったかな。はい。ということで、また出していくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。